始まりました。2022年初の対外試合、練習試合 VS カイザーズさんとの対戦です。先発ピッチャー120から130ぐらい出てるでしょうか。そしてキャッチャーはこの強肩。年齢層の広いチームでしたが、バッテリーはめちゃくちゃ若かったです。さあ先頭バッター岡ちゃん、言っていきましょう。ちなみに今年なんとステイドリーム3人も新加入しました。今度またゆっくり紹介させていただきたいんですけど、そのうちの2人が今回登場しております。先頭バッター岡ちゃん、詰まりながらもライト前ヒット。2番のアリさんは助っ人ですね、デッドボール。そして来ましたリュートくんです。新メンバーリュート、この日サードに入っております。構え方がいかつい。ここフォアボールで満塁で僕、ちなみにこの日サムネにもなってると思うんですけど、僕は肩が痛くてですね、 DH という形で出場させていただいております。本当に迷惑をかけております。さあ相手のバッテリーミスもあり、2点追加したところで、ここでピッチャーが変わりました。相手のチーム日本代表っぽくてかっこいいっすねってセカンドで話してました。さあ6番のハッシー、打ってください。この当たり、去年 MVP のハッシードーン。しかしこれ惜しくもライトライナー、タッチアップはできず。7番コータです。さあコータくん、なんとボナールの視聴者さん、しかも500人ぐらいの頃から見てたということで、たまたま縁があって入ってくれましたね。さあここセカンドの僕が戻ってる間にミスがあって、さらに追加点。さあ打つことができるのか。ここは打ち上げたあたり、インフィールドフライですね。ただここで僕が進みます。審判今回いないのでね、その辺のジャッジミスなどはちょっと多めに見てください。その後伊藤副キャプテン、フォアボールからの南井さんはサードゴロで、ここはアウトとなりました。初回3点を取っております。先発ピッチャーは伊藤副キャプテン、珍しいバッテリーです。さあグラブを新しくした背番号1番、仕事人。ツーストライクから、さあこのキルキル、ナイスピッチング、華麗に仕事をさばいていきますピッチャー伊藤さん。さあこれ難しいところ、一番難しいところ、これむずいんですよね。これセーフになります。あそこ地味にね、ピッチャーの真後ろが一番難しいですから。さあそしてこの辺り、さあグラブを新しく変えたのが響いたか。硬いグラブ、強襲ヒット。お母ちゃんがピッチャーグラブ硬いっすよって言ってましたね。さあここでセカンドのアリさん、補給できず。助っ人で今回人数少なかったんでね、いつも守ってるポジションじゃなかったんだと思います。さあ満塁になりました。さあこの辺りサードリュート、ここはナイスキャッチ。さあツーアウトから抑えられるか、ファール。そしてさあこの辺り難しいところ、落ちてしまう。2人目も帰ってきて1点差になります。さあ先ほどショートで話したフォア見逃し三振、ナイスピッチング。さあ審判に注目してください、僕が審判です。さあここ空振りなんですけども、ツーストライクからのこのボール、これ完全にストライクで、うわやべえ。ちょっとね、逆球だったってのもあって、うわやべえ今のストライクだ、頼む星野さん申し訳ないから、アウトになってアウトになってと思ってました。そしてセンターフライ、初めて味方にアウトになってと思いましたね。ちょっとこれ相手チームに申し訳なかったんで、すいません星野さん。さあ続くバッター岡ちゃんですが、ここはライト補給できずシングルヒットとなります。この辺りうまく引きつけました。さあアリさん、ちなみにアリさん有吉に似てるからアリさんらしいですさあこれ内野安打になりました。ワンアウトランナー一三塁で、リュートこの構え、ドガーン、強打者の構え。さあこれがレフト強襲、絶対に体に当たりたくないえげつない打球でしたね。そして1点追加します。そしてバッター僕ですね、初球
スイングはいいんですけどね、ここの変化球も当たらず、そして、はい、流れを止める空振り三振、最悪です。さあマッチョ大城さん、ここはフェアになりました。キャッチャーその後ナイスプレーということで4対2で2回の裏、ピッチャーなおも伊藤さん、ここでリュートが見せます。ナイスプレー、これはサードやばい、サードうますぎる、これちょっと僕守るところなくなる可能性ありますね。さあ2ボールから、さあこの辺り岡ちゃん、女の子みたいな声出してますね。さあ補給できず、ここはサードリュートの元へナイスキャッチ。さあ僕もベンチから声出していきます。ワンストライクツーストライク、そして最後はいい変化球、見逃し三振。さあそしてハッシーです、いきましょうか。ドガンドガン、さあこれライト線を抜けるナイスバッティング、ハッシー3ついけるって言ってたんですけど、なぜか止まる、なぜか止まる、なぜ止まってしまった。さあそしてコーター、ここは最低限のセカンド進塁打、なんか竜也っぽい打ち方ですね、左だし。そして伊藤キャプテンはまたしてもフォアボールからの見ないキャプテン、ナイスバッティング、レフト前ヒットで追加点、これいい当たりですね。さあそしてバッターは10番の星野さん、これは打ち上げた当たり、インフィールドフライを初めて宣告しました。ナイス審判マサ、そして岡ちゃん、ここ注目してください。さあこの当たり、今日右方向にめちゃめちゃ引きつけて打ってます。初球ファールでしたが2球目ご覧ください、ドン。いやこれ審判目線で見せたかった、めちゃくちゃいい当たりが右中間を真っ二つ、一気にランナー帰ってきます、一人帰ってくる、二人目帰ってくる、そして岡ちゃん帰ってこれるか、ホームラン、今シーズンチーム初ホームラン飛び出しました岡ちゃん、スリーランホームランで8対2。そして続くアリさんはピッチャーフライとなって、後半戦は後日公開します。